クラッチワイヤーの調整方法を説明します。例えばクラッチが効かない、または運転作業中にカチッと音がしたり一瞬止まったりした時はワイヤーの伸びの可能性がありますので、クラッチワイヤーの調整をしてください。調整方法の説明をします。前進の時は運転者から見て右側のシャトルシフトのワイヤーのロックを外します。ワイヤーを伸ばしてください。この時エンジンをかけシャトルシフトを入り切りしながらクラッチの入りを確認してください。更新の時は運転者から見て左側のワイヤーを調整してください。